合鍵、もう皆さんも見てると思うから、はいはい、もう会いたいな、もうない関係を帰り、もうない二人で合鍵のこの MV の撮影が2日間あったらしくて、はい、どうだった実際、MV 撮影はどうだったこんなに楽しいんだって思いました。おお。実際なんか、ここは見てほしいみたいなボート、ボート、あ、ボートボートのところ使ってる俺とみねちゃんで、2人きりでボート乗って乗りましたね、うん、何やってんだよ楽しそうだな。実際さ、うん、MV 撮影でさ、ジュンがカメラマンだったじゃん。うん、で、ジュンとは今までこう会ったことあるじゃん。意外とさ、普通のチャンネルメンバーだと思ったでしょ。え、思ってましたよ。え、意外とちゃんとできるでしょ。え、すごい。映像ちゃんとしてたでしょ。うん。いや、あいつ。それだからパネーゾ今回マジで。ずっと言ってる。ギャル。マジマジ。ギャルになってギャルになってんじゃない確かに。でも、ほんとみゆちゃんがやりやすい。そう、やりやすいな。なんか俺も3回ぐらいしか多分会ってない、うん、今まで。ゆうりくんとかけんとかいないから、ちょっと緊張するかなと思ったんだけど。あ、う、あ、ん。マジやりやすくて。いや、わかりますわ。一緒に飲んでたよな、みたいな感じのスタンスでした。だから多分やりやすかったんだと思う。なんかすごいよね。すごいかも。うん、なんかね、どこ行ってもそうなんだよ。誰とでも仲良くなれるの。え、すごい、俺とかって結構距離置かれるのよ、うん。あんま仲良くなれない。うん、ゆうりくん考えるけど。うん、俺考えるけど、やっぱガンガン距離取られるから。すごい、すごいなんかいいよね。フランクですよね。そうだね。はい、ゆうりさんもフランクですよ。もちろんもちろんもちろん目が怖いだけさ、もちろんただ年が近いってのもある。あ、確かに確かに。おじさんって言ってないやめてください言ってないだからこそ撮れる映像とかもきっとあるんだね。そうだね、撮影が楽しかったでしょ。本当に楽しい。そしたらもう映像はいいに決まってますから、ね、はい、やっぱ監督とさ、その主演の女の子でさ、声をかけたりしないの。たまに始まりそうだったよね。でもあ、結構まあカラオケの時は危なかったかなって。カラオケのシーンあんの？カラオケだったんですよ。え、暗くって端っこに二人寄って、うん、全部妄想なんですけど全然見ないからですよ。俺ら食い入るように聞いてめっちゃいいじゃん、俺ら嘘でした